シーズンも残すは10試合となり、そしてこの10試合でやるべきことは戸郷で20勝を達成することと、岡本で4年連続の本塁打王、打点王の2冠に輝くこと。この2人は本当に重要な選手で、だからこそここまで来れたし、これからの未来だってある。その2人の偉大な記録が目の前にあるのであれば、俺がうまく操作してアシストして記録を達成するってことをしていきたいんやけど、どちらもかなり厳しい状態にあるんすよ。戸郷に関してはここまで17勝で、残す10試合というのは移動日を挟むわけなので、登板機会は3試合は作れる、多くて4試合がギリ。全て勝たないと20勝とはいかないし、岡本に関しても本塁打数では今2位との差をつけてるので、ここは安心。しかし打点数が佐藤輝明と未だ1打点差しかない。ギリギリ達成できないっていうのが一番悔しいことだから、ギリギリ達成できるようにこれから頑張っていきましょう。1試合目岡本和真の打席に注目して、いきなり打点を積み重ねてといきたい。ほんでこの後登板機会を作るので、戸郷にも注目して俺が操作する予定。そこで俺がやらかして17勝から18勝へカウントダウン進められず、いきなり無理やっていう展開にならないように、絶対何が何でも20勝も達成した岡本で2冠も取って終わるんだから、そして短期決戦を迎えて、そこでも楽しい思いをして全てを成し遂げてシリーズ完結、それが理想だから。今日投げるとしたら今永なので、お前が別に打たれても、まあ打たれない方がもちろんいいんだけど、この後の戸郷が重要だから。うわ、相手ピッチャー高梨、ノリノリ、なぜ乗れるのか。うちにそういう選手が現れないくせんね、相手チームにはいるんだ。盗塁は決められず、アウト。打点を稼ぐチャンスを潰しちゃったね。余計なことしちゃった。そもそもこいつがノリノリだから、それだけで打ちづらいんですよ。早くマウンドから下ろすのが理想なんだけど、この後もたくさん投げてきそうな感じするんだよな。うわー、でもそんな言うほど、抜けて、うわー、ヤクルトの二遊間ひどない？あんなボテボテな打球取ればアウトにできるとこ、取ることすらできないのか。そんなチーム負けてるの俺たちがいるんですけどね。今永が打たれてる。この後戸郷が打たれないように、村上のホームランで、ちょっと待て、こいつも迫ってきてんな。打点も本塁打もまだ差はあるが、1点差にしてこの打席を迎えた。いや、まあチームの勝ち負け2の次なんでね、まずは打点を稼ぐこと。いやー、1点取っていけばいいとこ、なぜそれができないの。シングルでいいんですよ、当てに行ったんですよ。で、あれかいな、結果が良くないな。下が迫ってきている中、プレッシャーも感じている中、だからああいう凡退しちゃうのか。またチャンスで回ってきたところ、2アウトランナー1塁2塁、もうホームランが一番打点稼げやすいので、もうそうしていきましょう。一発打てばいいんですよ。そしたら2位の佐藤輝明もその下についてる村上とかもついてこれないはずなんでね。岡本が独走するためには、これまでやってきたようにホームランを打つこと、ちょっと直近で打ててないことが続いていて、ここでも打てないね。やりたいことが何一つとしてできていねえんだ。またチャンスで迎えられねえかな。次の打席を頼むよ。もうその辺に打たれようがどうでも構わへんからね。今永が炎上しちゃいましたけど、チャンスでは迎えた。ワンアウトランナー1塁2塁。ただこれだと併殺が発動しとるから打ちづらいよね。ピッチャーは佐賀という投手。これ勝つと俺もドラフトで取ろうとしてた選手な記憶があるが、そんなこともどうでもいい。あー、こいつの球自体はそこまででもないんだけどな。この併殺がね、鬱陶しくて、それでもそんな球が真ん中に来たら簡単にスタンドを運べるんやけど、そんな優しさ君が見せてくれる的な展開はないの。今欲しいのは優しさ。くれねえかな。それじゃない、ビビってフォアボール、情けねえ。そんな情けのなさいらないんですよ。代わりの選手が別に打って、いや岡本が打たないとダメなのね。お前ら打ってどないすんねん。そしてこの流れでまた勝ち越される。こんなリリーバーがいて短期決戦大丈夫かいな。戸郷の勝ちとかもいっぱい消しそうな感じするな、この後の登板機会の中で。それ一番冷める展開だからね。戸郷自身が打たれて負けるのであればもう納得できる。ああ、20勝は達成できなかった、でも仕方がないよな、本人が打たれたんだからと言えるんですけど、例えば打線の援護がないやら、打線の援護があって戸郷の頑張りもあったのに、リリーバーがエンゼルス的にナイトメアを起こして負ける、こんなのは絶対にあってはいけないから、ないことをひたすらに祈ってますね。でも祈って解決できる問題じゃないから、確かな力とそういう投手が必要で、そういうものが今うちにはおらず、だからこそこの後の展開が非常に怖いですね。結局岡本で打点を稼ぐチャンスなんていくらでもあったのに、1打点も積み重ねられず、同時進行で佐藤輝明は打点を稼いだという事態はあるのかどうなんだ。打点は未だ97打点で岡本がトップ、1打点差ですね。稼いでない佐藤輝明がいるのであれば、同時で稼げば差開いて安心感を持てたのね。稼げてないから未だ1打点差でギリギリな状況。この後のヤクルト2試合目、戸郷登板予定なんですけど、状態は不調か。うわー、でも登板機会はもうこれ以上避けられない。後に下げたら3試合も作れなくなるかな。もう状態悪くても後の試合っていうのは全部投げないとダメなんですよね。20勝を達成するために予定通り戸郷で行こうと思うし、あとはリリーバーで先発予定の赤星とか、この辺もちょっと待機しておくわ。状態悪いリリーバーもベンチから外して、戸郷の勝ちのために今チームで全力を尽くさないとダメなんでね。投げれる状態にあるのであれば、普段先発起用だろうが何だろうが関係ない。先ほど同様、岡本の打席と、あとは戸郷に注目して、とりあえずは俺が操作してやってみるけど、なんかダメそうならやめるわ。戸郷自身に任せておけば勝ちなんて結果ついてくるんですよ。注目するまでも
もない選手ですからね、これまでも、そしてこれからだって。まあでもなんていうのかな、動画的な盛り上がりというか、そういう意味を込めてエンターテインメントですよ、いつの時代もね。だから戸郷に注目してみたの。その戸郷を使ってダメそうなら繰り返し言うけど、あ、もうダメそうダメそう、18勝目がすごく遠く彼方へ逃げていったような気がするわ。まあとりあえず初回やってみてね、初回やってみて、抑えられそうなら俺がやる、でもダメそうならもう戸郷自身に任せる形をとって、打線全体に注目して戸郷を助けるみたいな形にしていこうかなと思います。とりあえず繰り返し初回だけはね。まずはカーブ、いきなり出塁を許したらあかんぞ。もう負けとかじゃないからね、負けとか勝ちがつかないとかじゃないから、もう勝たないとダメなんで、残す20勝達成する登板機会の中ではね。だからこそ、まあ、ゼロで抑えることが理想だよね。で、打線の援護があったら一番簡単なんですよ。戸郷打たれながらも5回まで投げたら勝ち投手の権利つきますから、大量点差だとね。それを求めてるんだけど、その展開はどうやらなさそう。この後の浜田、先ほどホームラン打ってました。盗塁も簡単に決められて、この大城じゃ刺すことはできず、塩見簡単盗塁を決められて、この後のピンチをどう対処していけばいいのか。取れず、ファーストは結果アウト。ならばいい。一つアウトを奪った流れで、この後サンタナ、村上と続くとこ、こいつが巨人キラー持ちで滅法打ちを得意にしていて、厄介な相手で、だからビビるよね。怖いよね。でも逃げちゃダメだ。逃げちゃダメなんだ。セカンド。シンボリが掴んで、トゥアウト。よーし、よし。このまま初回ゼロで行きたいとこ。村上宗隆、前の試合でも打たれてますよね。何よりも今日状態好調で威圧感持ちで、勝負する意味なくないっすか？勝たないとダメって言ってるんでしょ。逃げるとこ逃げる。当たり前。無理からの勝負はいつだって現金。この後には転生の田淵ですよね。こいつがうちにいたらと思うことはずっとあるよ。ドラフトで抽選くじを外してからね。でも今はもうずっと敵なんで。その敵であるお前に戸郷の20勝を止められる、そんなことはなくていい。その展開だけは求めていないから。振ってくれないな。カウント的に厳しいけど、ここは取りに行かないと。取りに行った結果良かったね。ヤクルトの田口じゃこうなんねえ。うちにいたらそうはならなかったのに。でも初回見てる感じ、この後なんか抑えられそうな感じない？やっぱいつもの戸郷と比べて投げづらい。それを考えたらこの後やらんでもっていう感じするが、まあ、とりあえず岡本の打席が初回から回ってきて、そこプレイすることはできなかったね。相手ピッチャー高橋奎二、うわ、エース級が投げてきてるんで余計に勝ちづらい。戸郷の勝利を優先するのであれば、相手のエース級が投げるゲームではなくって、別のね、ローテ4番手5番手6番手の裏ローテの投手の時に投げさすのがいいんだけど、そんなことももう10試合じゃできへんからな。登板機会をずらしてたら、それこそ登板機会を作れずに終わっちゃって、結局あとちょっと届かないという展開になるし、もう選べる立場じゃないからね、相手の投手とか、例えば相手チームの打線とかさ、弱いチーム相手に投げるとかも、そういうことできないから、体力が許す限り投げてって感じになるわな。これも、うちのドライチシンボリがいるから、いつだっていてくれるから、こんなドライチがいるから俺たち優勝した2年連続で。まあ昨年こいついなかったですけどね、今季1年目の選手ですけど、これからのジャイアンツにもいるから、戸郷も岡本もシンボリも吉川も坂本とか、あの辺は消えたけどいなくてもいいんですよね。これからのジャイアンツは明るいですよ。ジジイだらけの、中年だらけのリアルなジャイアンツとは何もかもが違う。徳光さんだって応援してくれるでしょうね、この若さあふれるジャイアンツであれば。おっさんだらけの彼氏は半端ない打線とかさ、チームとか応援したくないでしょう。正直僕もリアルななんかジャイアンツを見て巨人愛が冷めてきてる。あとは監督の馬鹿げた采配とか見てたらさ、今季のジャイアンツは素直に応援できない部分があるぞ。いや、これからもかな。だからこの世界にずっといたい自分がいるんです。3年物語と言いつつ4年目5年目やったろうかなって考えてるんですけど、まあそういうわけにはいかない。2アウトまで来て余計な出塁はいらないかな。球数も少なくいきたい。まあ別に長いイニング投げようとは思わないんでね、5回投げたら。でもそういうわけにはいかないでしょう。リリーバーがあんな打ち弱いんで、セリーグワーストの防御率なんで、そいつらに任せていけるか言うたら厳しい。確実に勝つためには自分自身がゼロで抑え続け、打線の援護があること。とりあえず2回も抑えてみたが、ここで岡本和真、得点入るとしたら岡本の一発。それでまずは流れを作りたいな。作らないとダメなのに、そんなお前がそんな凡退して言うわけないやん。この後誰か打ってくれない？いっそのことウォーカーあたり打ってくれないんやね。で、1番に戻って、こっから2巡目。一気に被打率とか失点率が上がるところ、ちょっとさ、抑える自信がないんだよね。戸郷自身に任せる形を一旦取っていいですか？ここはね。で、戸郷が抑えてくれるのであればそのまま行こうと思うけど、例えば戸郷が1点2点許すようであれば、戸郷自身に注目してなんとか俺がみたいな形を取ろうと思います。で、こっからチームのチャンスと岡本の打席に注目して、まずは援護点を
取らないとダメですから、戸郷が抑えてくれたらいいんやけど、抑えました。やっぱ状態悪くても関係ないね。ここまで17勝おどれの力で上げてきた投手なんだから、何俺が注目することがあるんだと言いつつ、また注目しますけどね、いずれ。このゲームに関してはやっぱ状態の悪さがあるから、あとは全部戸郷に任しておけばいいんじゃねって感じですけど、リリーバーの系統をミスらないように、あとはこういうチャンスでしっかりと得点を取ることを戸郷自身が出塁してくれますよ。二塁ランナーとしていて、これはフェアナイス、得点ゲットで、よしよしよし、これで勝ち投手の権利がつくかどうか、5回まで投げれる戸郷がそこにいるかどうかなんですけど、よし、やりたいことができた。あの守備にこの打撃、決していい打球ではないけどいいんですよ、別にこういう打球でも。僕はこういう打球が大好きで、こういう打球で常日頃世の中溢れればいいのにと思ってますから、神々ですけどね、こういう打球打ちましょう、これからも。それが楽しいし、もうそれが愉快だし、それが今僕にとっての一番の幸せかな、この不景気な時代の中でね。それだけあればいいって感じ、それだけあれば一生生きていけるよ。お金なんて必要あらへん、あの打球があればな。さらに続けていきたいところ、あーこれはフェア、あーなんだけど村上の取れる範囲で取れたのは1点か。一気に2点3点と続けていきたかったところ、続けられずで、戸郷はこの後も当然任したいなとは思うんですけども、軽く1点許す。取った直後にこれで勝ち投手の権利はつかなくなりました。間の悪すぎる失点、あまり君はそういうピッチングをする投手じゃないような気がする。その流れからの岡本、また凡退、今高めの球甘かったよね。状態が良くて岡本和真なら逃さずライトスタンドぶち込めたはずなんだけど、今日はできなさそう。チャンスを作った流れで今ライトを守ってる北村ですね。こいつで何ができる、いやきっといろんな選択肢があるはず。比較的割りかし甘い球は来てる印象だけどね。スピードこそはあるんだけど、真ん中近辺の高めとか来てるから、打ちやすくはあるよ。打ちやすくはあるんだけど、打ててないのは全部俺のせいであって。甘い。これがフェアにならない。振り遅れてたわ。ちょっとね、やられた。差し込まれた。その流れで直球、またもう直球しか投げてけへんやん。ここも得点は取れずで、5回戸郷は抑えてくれ。アップの今満塁のピンチで、なんで5回の裏チャンスはなく6回のマウンド、あ、もう変わってる、もう降りた戸郷、早くない？いつもならこの後投げれる投手なんですけど、別に怪我したわけじゃない、単純に体力使って投げれなくなったんだ。これで20勝は夢の彼方へ消えていきましたとさ、残す登板機会を考えたら18勝19勝目を挙げられても20勝目を達成できる登板機会を作れるとは思えない。いきなりその可能性が断たれた、いやゼロではないけどもすごく低くなったのは事実ですね。そしてもう戸郷がこの後投げないのであれば、別のチームの勝利を目指す義理もないですから、岡本和真で打つということだけさえできたらいいんですけども、いや、やらなきゃダメだよね。戸郷でも勝てず、岡本でも打てず、やりたいこと何もできずに、やれないまま終わっちゃう。それこの3年目の終わりにふさわしくないというか、それやりたくて別にこうやって注目してるわけではないので。2位の佐藤輝明も1打点差なんだからさ、これ1試合に1打点は稼いでいかないとやばいのに、今回全くダメ、やばい。直近でほんとホームラン出なさすぎやね。これからも出ないような気がする。38本で止まるのか、いや別に本塁ではこの際出なくてもいいよ。チャンスの場面で打点を上げられるという活躍があれば、9回の打席はなくそのまんま勝つ、いや勝つのいいんだけど、岡本で最後打席迎えてそこで打ってなお勝つが良かったな。こんな半端な形で勝つ結果いらないよ。別に戸郷に勝ちがついてるわけじゃない。今日の勝利は菅野もついてる、いや菅野が後続を抑えてくれたから勝ちに値する投球ですよ。戸郷が7回まで投げていたら勝つチャンスはあったかもしれない。その前に得点取っとかないとダメですけどね。いくら相手がエース級の高橋奎二とはいえど、そこを打って勝たす義務があって、それをやりたかったの、そこをできず、結局5回しか投げれず1点で、その1点で勝ちがつくわけでもなく援護もなく、ああ最悪な形。残りの7試合移動日が挟むので、そこで体力を回復したらもしかしたら3試合の登板機会を作ることもできなくはないかもしれないけど、どうなんだ、難しくはあるよな。未だ依然移動日を1日挟んで、ここで戸郷の体力が回復し、また次のカードで登板機会を作ることはできるのか。このニュースは何のニュース？オリックスの田島ひじ痛からの回復、それはどうでもいいな、別に興味がないな。うちの戸郷はどうなのかが気になるんだけど、いや多分投げれないよね。先投げたばかりの投手がたった1日の移動日を挟んだだけで体力全開、そんなわけないじゃん。引き続き岡本和真注目して、この広島戦もやっていこうと思いますけど、まあ確かね、先発での登板機会は作れないですけど、例えば5回だけ投げて勝ち投手の権利を手に入れる、そういうやり方もあるはあるよ。残す18勝19勝20勝ね、勝ち
を盗むという形で、でもその勝利に意味はあるか、それはあくまでも数字だけ、表面上だけなんだよね。それで達成して嬉しいかとはならない。確かな己の力とチームの力で勝って戸郷でと行きたいので、俺はそんな真似はしないよ。そんな記録に意味はないし、まあそんなこと例えばリアルでやったらとんでもないブーイング食らいますからね。そんなものに価値はない、意味はないんだから、やっぱ無理くりでも20勝を達成するために先発で起用してってことになるわな。まあそれはまた先の話や。今日もまたノリノリの弱いカープからノリノリの選手が現れる。もう意味がわかんねえ。納得できるようなことほんと一つもないよ。うちの選手はスランプになりまくって、弱いオタクらの選手がノリノリになりまくって、なんで乗れるんだよ、なんで笑えるんだよ。怖いわそんな精神状態な男ね。ぶっ壊れてるやん。岡本こそノリノリになってほしいのに。またノリノリってだけで繰り返してるけど、これ打ちづらいんで、もう乗る関係ないもんな。それだけで打てない理由になって打てないことが続いて、ヒットも出なくなったね。かれこれ10打席近くヒットすらも出ていない。いつになったらまずヒットが生まれて、それに加えて打点がついてきて、最終的にホームランが打てるんでしょうか。先の未来が不安しかないんですけどね。優勝を決めてるのにもかかわらず、ランナーは一塁に置いてのこの状況、もちろんまずは走らせたいなと思います。松原ぶな、これ盗塁も警戒されてると思うんでね、そんな簡単にはいけないですけども、アシストして盗塁は決めて、さあ二塁にいた。しかし2ストライクな、この状況から何ができる。いやシングルヒットでいいんですよ。それができない。ランナーのいないシチュエーションで第4打席目、ゴロゴロゴロを量産してますね。お前はメジャーリーグの吉田正尚か。全然打球が上がらない。これじゃあお前がメジャーにいたところで、その二の舞になりそうな感じするよ。まあ吉田が最終的にどういう数字を残すのかは分かんないですけど、今動画撮影時点ではゴロ連発してますから、こいつも今その状態にありますね。打球が上がらないスラッガー。この先の未来はないでしょう。また何もすることはできず、これいい加減阪神の佐藤輝明が打点積み重ねて並ばれてるかもね。おっとこのタイミングで小林がスランプから抜け出しました。いやなぜこのタイミングで、おかしくないか。チームが今苦しんでる、まさに今スランプと言ってもいいですよ。チーム全体でそんなタイミングでお前だけが抜け出すんかい。この空気の読めなささがいかにも小林って感じですね。なんか作戦会議中にクロワッサン食って怒られたみたいなエピソードがある選手ですけど、天然にも程があるわ。お前がスランプから抜け出した、これはチームにとって全く関係のないことです。プラスにもならないしマイナスでもないっていうね。もうすでに衰えまくっていて、これからも衰えていくおっさんですよ。この物語では本当一切役に立ってないですね。第3の保守的な感じで、それでも機会も少なく、全然この3年間出場してないし、出したところで打たず活躍せず、なんでここまで残してたんだろう。クビにしときゃよかったと思うんですけど、まあとりあえずこれからもいますから、短期決戦でも第3の保守的な感じで起用することになるでしょう。そして佐藤輝明の打点を見ていくと、どないやねん。よかった、未だ97打点で岡本がトップで、その下1打点差でつけてる。どうやら佐藤輝明も同時で打ててないらしい。だからこそこの広島戦の最後の試合で打点を稼いで差を上げていかないと、相手が打ってない、だから俺も打たないでおこう。現状維持のままを続ければそれは打点をキープして終われますよ。しかしいずれ打つんですよ佐藤輝明は。そのいずれ打つ時に、じゃあお前も同時進行で打てるか言われたら、なんか今見てる感じ、やってる感じ全然出そうない。打球が全く上がってないですから、もう不安要素しかなくて、いい加減打とう、出そう。吉川尚輝は出塁した中で、岡本幾度となく見てきた光景で、この97打点はその展開で打点を稼いできた。だからここでも同じですよ。意識をすべき部分でもないと思うんだよね。この打球はよーし、ジャンプしたら取れない高さでもなかったが、菊池はそういうことはせず抜けて、久々の打点とヒットいただきました。なんか岡本が打ったらさらに佐藤輝明も打つみたいなねことがあって、結局は1打点差変わらず的な展開になってそうな。ここもねもう一発いらないっすね。今打球が上がる気配っていうのが全くないから、だからうまく丁寧に合わせてシングルヒットでいいから打点を稼ぐ形を取りたいの。雑にお前森下のカーブ打ちに行って、あの結果あかんやろお前よ。マジかよ。んで戸郷はこの後登板機会を作れそうなんだけど、まずは広島戦やね。あ、うわ今満塁で回してくれたらよかったの。そしてその流れで打たれるやつもたくさんいて、もうもはやそこに対する言及はいらへんわ。もう消化試合やからね、打たれてもええよ。短期決戦で打たれなければ。これも一塁にいるので、あー打っちゃった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 。あでもこれあ帰れるね。よしよし、松原絶対帰れよ。止まる理由ないぞ。止まることなく走り続けていけ。そしてホームはセーフの打点いただき、そしてもう1打点さらにホームランまで出たら、この先の未来は明るさを感じるぞ非常にな。でもそれが出るか、いや出すよ必ず。もうピッチャー変わってます。
そんな流れで西川にホームラン打たれて、いやもう繰り返し負けてもいいよ別にね、うん、でもその打たれる瞬間とかあまり見たくないことなんで、岡本が見てないところで打たれて、岡本が打ってるところで打たれるのはちょっと話が違うというか、やる気に大きく関わってくる。消化試合で負けてはいいとはいえどね、俺が打ってるのチーム全然勝ててないじゃん。これだと岡本の状態が次戦以降不調になって的な展開があるんじゃないの。もうやめろって、岡本マイナスに働くようなことはちょっとでもいいからしてくれんな、本当ね。岡本のための今チームやから。あーい、もう追い込まれてる。この状況でその T チーム厳しいし、最後まで厳しい球来るやろね。甘い球はなく、優勝チームとは思えない敗北をしてますね。守りきれず、打ち切れず。これを短期決戦でもやるのであれば CS ファイナルで早々に敗れて、日本シリーズに進めず日本一にもなれず、さらに岡本で打点も稼げず、打点王も逃し、本塁打ももしかしたら逃すかもしれないし、やっぱ戸郷の勝ちもついてこず、20勝も達成できず、全てを成し遂げられない世界がそこにあるかもしれない。同時進行で阪神は3対13でヤクルトに敗れてますけど、この3点のうち佐藤輝明がもしかしたら打点を稼いでるかも。今回はこの広島戦までプレイする予定。は？赤星スランプになりました。いやちょっと待って、ローテ3番手の投手で CS もちろん投げさす予定なお前がこのタイムでスランプなんて言うわけないじゃん。これもあれも小林がスランプから解消されたことによって赤星がなったんですよ。スランプ選手って一度の3人まで。小林がスランプじゃなくなったことによってその枠が一つ空いた流れで赤星だったんだね。小林がスランプのまんまだったら赤星がスランプになることがなかったのに、ここでなっちまった。あいつが空気を読まずスランプから出しやがったからさ。赤星に関しては2軍に送ることなく一軍登録のままで、そして登板機会をこれからも与えるので、そこで己の力でスランプから脱して CS を迎えるっていう形がいいですね。そして佐藤輝明打点数は、おっと、え、村上98打点で2位まで駆け上がってきてる。先ヤクルトが爆発的に勝ってたよね。あの試合で村上が打点を稼ぎまくったんだ。そして今つけていて、本塁打でも気がつけばたったの2本差。ここに来て村上と岡本の2冠争いが繰り広げられるというね。お前はもう敵じゃないと思っていたのに、顔を合わせることがないと思っていたのに、まさかの展開。今回は2手を10月の1日の阪神戦まで進めて、そしてその間にも移動日があったので、これだとおそらく戸郷の体力が回復して次戦登板することができそうですね。次回18勝目を挙げて、その後も登板機会を作れるのであれば作って19勝目、そして20勝を達成した上で岡本の2冠なんとか達成できるように、残りは6試合となってますけど、その模様はまた次回お届けしていきます。興味があれば見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。